はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は新しく強化が来た2人ですね、ジキルとハイドとブラド3世のエクストラについて性能を見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ早速見ていくんですが、今回2人ともスキル強化されたという形になっております。まずジキルとハイドなんですが、第3スキルが強化されました。はい、自身のクリティカル威力アップで、ハイドの時にさらにクリティカル威力アップだけだったんですが、そこにジキルの時 NP をすごく増やすが追加されました。はい、まあこれによって、まあ、早くねハイドになりやすくなるという利点が生まれたんですが、これどうなんだろうな、すごく増やすって言ってるんで、スキルマックスで多分 80% だと思うんですが、まあちょっと後々確認しに行きましょう。はい、ただです。はい、俺個人としては正直あーっていう感じの、強化内容だって思ってます。これなんでかっていうと、もうめっちゃ単純で、あのジキルの時に、まあ正直なことを言うと、あんまりスキルって使いたくないんだよね。はい、まあハイドになることによって2段階バフでぶっ飛ばしていくみたいなんが、まあ個人的に磁気ハイで言うと強いかなって思っているんですが、まあこのなんだろう、ジキルの時に NP を増やす打っちゃってるんで、まあクリー力アップが乗らないんですよ。でまあ一応この子変身するとバーサーカーになるということで、まあまあまあバーサーカーでクリティカルできないから別にいいじゃんみたいなのはあるかもしれないんですが、まあ現環境やっぱりクリティカルがちょっとしやすくなったってことを考えたら、ジキルの時に確かに NP を増やすはありがたい、まあすぐハイドにできるから嬉しいんだけど、まあこれが追加されたからといって、いや普通に運用するんだったら別に NP50% 霊装と光小屋合わせて変身させるよとかがあったりするので、はい、あの個人的にこの強化に関しては、俺は微妙だなって思ってます。はい、で次、ブラド3世のエクストラですね。この子もスキル強化されました。でこっちはガチ強い、ガチで強い。はい、まともと軍略でね、味方全体の防御力アップだけだったんですが、まずそれが3ターンに伸びました。でそこからさらにバスター性能を3ターン上げてくれます。で自身に非ダメージ時に敵単体の防御力を3ターンダウンする状態を5回の3ターン付与。はい、えっていう感じよねえ、あのねガチで、意味わからんぐらいにめっちゃいい強化じゃんってこっちは思ってます。その単純に軍略自体が防御力1ターンしかアップしないんで、やっぱ3ターンのバフ欲しいよねってなってたところが、3ターンのバフに伸びた、かつバスター性能上げてくれるんですよ。でこれ何がやばいかっていうと、味方全体のバスターと防具を上げてくれるんですよ。バスターは単体とかだったら、ああまあまあまあブラドさんで殴っていけねっていう形になるんですが、全体のやつ上げてくれるということで、普通にあの周回のバッファー要因とかで使うことができるようになった。これがすごいいいね。でかつ非ダメージ時に敵単体の防御力3ターンダウンなんですが、これに関しては第3スキルのターゲット集中、第1スキルの防御力アップと合わせてあげると、自身のダメージを被弾率を抑えつつ相手に強制的に防御力ダウンを付与させることができるっていうのは結構な強みになってるかなと思います。はい、なのでね、ブラド3世の強化がすっげー、俺見た瞬間にやべーってなって、ジキルを見た瞬間にあれ、っていう感じになりました。はい、ということで、まああのジキルのね NP チャージを見ないとまあ始まらないっていうのもあったりするので、まあとりあえず、あ、はい、ということで、危なかったですね、忘れていたところでした。でまあシンプルにこの第2スキルは、まあこれはもう純粋に強いわ。うん、防御力とバスター性能上げてくれるんで、ここに第1スキル組み合わせてあげて攻撃力と防御力も上げる。まあこの時点でブラドが 3段階バフですね、攻撃色バフ、防御力アップつけてくれるということで、すげえ掛け算で出しやすい火力が出しやすい状態になりました。であとはまあターゲット集中とか加えてあげるとさらに OK っていう形ですね。でジギルが、これなんぼなんだろう、レベル9で18でしょ。92から18を引こう。92から18を引いたら
74かな。うん、ってことは多分スキルマックスで80だと思うんだけど、あー、うん、いやまあ、正直磁気杯に関してはずっとこいつどうやって使うんだのサーバントの一人なんで分かんないっていうのはあるんだけど、いやー微妙だな。一応この子オーバーチャージでね、あの上げる OC 上げることによってバスター性能アップが永続的に伸びるっていう強みがあるんで、まあ、100% か 120% 溜まった後 OC 上げて、まあ、あの殴っていこうっていうやり方もまあまあありなのかなとか思ったりするんですが、だったら正直なクリティカル威力アップ2段階つけたいよね。まあ今だとね、この子がこれで星20個産んでバスターのスター集中で上げてくれてっていうことをやってくれるんで、うん、ブラドは強い、ジキルは知りません。はい、ということで、まあスキルのやつちらっと見てきたんですが、今回の強化はこういう形となっております。はい、まあジキルはまあもうちょっと何かしら強化待ちかな。うん、で多分、ブラドさんに関してはすっげえいい強化もらったんで、多分この子は、今後1年間ぐらい、下手し2年間ぐらい強化来ないでしょう。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.